寒くなると今にこたつを置くのが慣例。1メートル四方の小さなものだけど、息子は大喜びでこたつ無理になる。さすがに体も大きくなってきて、腹ばいになって深く潜り込もうとすると反対側から足が出るんだよね。これを見たかみさんが息子の足の裏をこちょこちょし始めた。風呂上がりだからもちろん素足。腹ばいの息子、両手で顔を隠しながらクスクス笑って必死に耐えるんだけど、結局撃沈。息子はこたつから追い出されてしまった。今年もこんなバトルが行われるのかな。息子も小学生になって母親とのスキンシップも恥ずかしくなるかもだけど。